こんな風に良くないことがあるんだよ、それから奥電気の中で起きたこともこんなに本当にシリアスなことなんです。人間が権力にコントロールされてどれほどひどいことをするのか、どんな悲しいことがあるか、そういう問題があって相当深いんですけど、そこは積極的に出てないですね。例えば日本の警察とか裁判所とかは皆さんは正義の味方で国民を守ってくれるというふうに思っていると思いますけども、ひとたび皆さんが企業を相手に裁判したり、あるいはお上を相手に裁判 してみたりすると、どんなにそれが理不尽か、そういうことが分かるというふうに思います。今回原発事故があって、そういう仕組みがちょっと皆さん分かったんではないか、あれ大企業の人たちというのは立派な人たちで悪いことしないのかと思った、あるいは政府の人たちというのは正直で国民に嘘をつかないのかと思ったら嘘ばっかりついてるんじゃないかというのがだんだん分かってきたんではないか、そういう意味では良かったんだろうというふうに思います。もう一曲歌います。愛する者のためにと自分を偽って転勤に応じたあなた、バラバラのあなたの家族は本当に幸せでしょうか。人らしく生きよう、人らしく生きよう、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い、長いものには巻かれるしかないのだと、人生を決めつけているあなた、戦う人ほど人らしく生きれることを知っていますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い、きれいごとでは生きてはいけないと、いじめる側に回ったあなた、会社の中にあなたの心の友はいますか。俺には関わりのないことだと見て見ぬふりをしているあなた、会社の中のあなたを子供に見せることができますか。人らしく生きよう、人らしく生きよう、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い、あなたはもっと優しくて、あなたはもっと強い。